ていただきます。さあ、さてやりますわ。みんなのために。撃退する。くそ。行動開始。はっ、またです。行きます。よし。さ、突貫します。敵はどこ？よし。そら。任せてください。突貫します。全員！
まあこんなことかな。行きます。はっ。特貫します。クリア。次のポイントへ向かいましょう。こうして歩くのも悪くありませんわ。障害の排除に移ります。まだです。やるぞ。行きます。こうして歩くのも悪くありませんわ。よっ。シャワーを浴びたいですわ。ワルキューレ隊、帰投いたします。みんな、準備はいいな。行動開始。行きますわ。行きます。はっ。はっ。当てる。では、行きます。頑張ります。オーバータック。
参ります。参ります。やらなきゃ。崩してみせる。撃破と。ここは自分がやるぞ。参ります。行きます。ほっち行きます。あっちに行って。ここだ。倒れろ。おやすみ。次のフェーズに行こう。この調子で行こう。これは使えますの？キメラ接近、迎撃します。了解。さあ倒れろ。はい。いきますわ。はい。やっ。そこ。はい。これで。行動開始。行きます。はっ。崩してみせる。これぐらい。作戦終了。外の世界は景色が変わるので楽しいですわ。障害の排除に移ります。この程度。いや、ててて。さて、
てください。兄さんに任せな。まだです。冷えて動きが。行きます。さあが焼け。この距離で接触タイミングをそこいただきますわ。朝の洗濯前っす。この程度はっと崩してみせる。はい、足止めします。これで終わり。ターゲット撃破。やりますわ。そこファイヤー。そこ消えて動きが。しまった。よし、行きます。倒れろ。突貫します。消えろ。突撃。次次。この調子で行こうか。チャンスです。よし、では。みんなのために。これで終わりだ。
やるぞ。さて、切り進もう。やりましたわ。さあ、了解。悪いね。無駄だよ。やらなきゃ。やるぞ。行動開始。さあ、行きましょうか。行きます。当てます。ここだ。
シャワーを浴びたいですわ。現地調達ですわ。あら、警戒しないと。私だってやれる。うわ、あと、あ、了解。やりますわ。頑張ります。はい、攻撃を合わせてくれ。はい、やりました。いきます。えい。まだです。この程度まずいですね。Thank you.
みんなのために。さあ行きましょうか。この距離です。まずいですね。クリア。行くぞ。使ってくれ。ごめんなさい。頑張ります。さて、しっかりしろ。すまん。やるぞ。了解。はっ。なぜ力が入りませんわ。了解。クリア。任務完了。さて、そろそろ本部に戻るか。お偉いさん方も続々といらっしゃってる頃だろう。ちょっと緊張しますね。あら、なぜですの？いつもより人が多いからですか？偉い人がたくさんいるからですよ。何か粗相。あら、別に偉くないですよ、あの方々。人よりそう言えるのはお前だからだろう、一宮。上層部も財閥の長も我々には遠い存在なんだぞ。それもあるけど、中身は残念。そうっすね、自分の親も立派とは言い難いっす。ケンゴくん、満面の笑みで言わない。ああ、ケンゴの親。もう、カザミさんまで言いたい放題だな、お前たち。どうした二人とも。そうかな、そんなことないよ。
本当に？どこか怪我したとか気分が優れないとか。お兄さんは心配性だな。大丈夫、僕たちはどこも結構。そうか、じゃあ早く戻らないとな。ワルキューレ隊、これより帰投。了解。ハマル、あの人もやっぱり。大丈夫、グーのことは僕が守るから。ここですわ。外の世界は景色が変わるので楽しいですわ。ありがとうございます。本当に助かりました。ありがとうございます。
みんな準備はいいな。外の世界は景色が変わるので楽しいですわ。やっはまいります。やりますわ。みんなのために。ミサイル。それ。この程度。では命令とあれば。さあ。やっ。はい。はい。行きます。やりますわ。これぐらい。狙って。ドン。えい。タップ。当然ですわ。予測済みです。参ります。やるぞ。った一体撃破。状況終了。
こうして歩くのも悪くありませんわ。先手取らせていただきます。行くぞ。さて、さあ行きましょう。頑張ります。と特訓します。予測済みです。では行きます。みんなのために。崩してみせる。狙って。そこ、ファイヤー。そこ、この距離です。いかがです。世話が焼ける。討伐状況終了。いませんか。ここまでとは予想外でした。さすがです。それじゃあ俺は司令に報告してくるから、各自部屋で休んでくれ。うん、これが噂のワルキューレ隊か。隊長がまさかこんな若造だとはな。あなたは若造。今度から話しかけるときは顔より先に階級章を確認するがいい。隊長、あれは大将の。失礼しました、大将閣下。うん、篠原の肝入りと聞いたが、奴も見る目が鈍ったようだな。大将閣下自ら我が隊の視察にいらっしゃったのですか。娘が所属する隊を見に来て何が悪い。娘。その人はヴィクトル・フランソン、軍の大将の一人で僕たちの父親だよ。お久しぶりです、父さん。無様な姿は晒していないだろうな。私の顔に泥を塗るような真似はしてくれるなよ。はい、重々に承知しています。うん、まだキメラウイルスには罹患していないようだな。それだけは安心したぞ。お前たちには一刻も早く後継ぎの男子を産んでもらわねばならんからな。よ、所詮女では私の後継ぎにはなれん。女は男に従うのが道理だ。適合者が少ないというからお前たちを貸し出したが、隊員がこれだけいるならば構うまい。
篠原に行って今日にでも除隊手続きをするぞ。でも女が口答えをするな。クーを怒らないで。父さんに歯向かうつもりはないんだけど、今僕たちが除隊したら。お前も逆らうのか、アマル。僕はフランソン閣下、本日は何のためにこちらにいらっしゃったのかしら。会議場の場所がわからないなら自分が案内するっす。多分父もそこにいると思うので。金持ちのボンクラどもが、貴様らに言われずとも目的くらい分かっている。アマル、クー、ここから去る準備をしておけ。会議を終えたらすぐに除隊手続きだからな。大丈夫か、二人とも。僕は慣れてるから。とこんな時に連絡か。はい、シラミネです。緊急任務だ。首都近郊にキメラの出現が確認された。報告はいいからすぐに向かえ。は、了解しました。特殊部隊は